巻き巻きパスタ探検隊の動画を楽しみにしてくださっている皆さん、ご無沙汰しております。半年もの間、動画投稿ができず、大変申し訳ございませんでした。お休みしていた理由なんですが、昨年末からストーカー被害に悩まされておりました。最初にお手紙や荷物が届くようになり、それだけだったらね、まだ良かったんですけど、いや、良くないわ。ちょっと良くない。何言ってんだ俺は。すいません、ちょっと感覚がおかしくなってました。ね、住所が知られてて、知らない方からの荷物や手紙が急に届くようになって、もうそれだけでももう怖いし、もうすごく迷惑だったんですけど、さらにその後、直接家に来たり、散歩コースで待ち伏せされたりするようになりました。まあおそらく、巻き巻きパスタ探検隊の、純粋なね、ファンの方だとは思うんですが、それでも、パスタとマキちゃんに何かあったらどうしようという不安とストレスを常に抱きながらの生活となってしまい、正直なところ YouTube の動画撮影どころではありませんでした。で、さらに本当驚いたんですけど、また別の方が今年に入って家の前で待ち伏せとかするようになってしまってストーカーって増えるもんなんですね。ちょっとこれ盲点でした。ちょっと僕の脳になんか概念としてなかったんで、ストーカーが増えるっていうのが、いや、ストーカーって増殖するんかい。で、もうちょっと限界が来て、もうこの生活は無理だということで、密かに引っ越しの準備を進めて、先々月かな、ちょっともう本当逃げるようにして新しい家に引っ越しました。で、ようやく私もパスタもマキちゃんも新しい環境での生活にも慣れて、でね、ちょうど気候的にも、パス巻きが日中お出かけできるような季節になってきたということで、晴れて気持ちも新たに YouTube の動画投稿を再開しようと思います。以前の家ではね、普段の散歩の様子とかも動画で撮影して YouTube にアップしたりとかしてたんで、まあその住所バレに関して用心が足りなかったなと、自業自得な部分がかなりあったなと、反省しています。今後は、まあ引き続きにはなりますけども、このキャンピングカーね、サイゼリア号での、まあ、生活というか旅というか、っていう動画をメインにして、投稿していきたいと思いますので、どうか、また家を探したりっていうことは、やめてください。たとえ、ウォニョンでも、そういうストーカー行為みたいなことをする場合は、一切関わる気ありませんし、今後はね、警察に相談したりとか、自衛の対応を取らせていただこうと考えております。たとえ、レイちゃんでも、でも、レイちゃんなら！はい、ということで、半年間動画更新がなく、ご心配をおかけした皆様、大変申し訳ございませんでした。生配信見てくれてる方にはちょっと話したんですけど、パスタくんとマキちゃんのね、T シャツやら、スウェットやら、パーカーやらっていうのを、あと、トートバッグとかね、販売しておりますので、もしよかったら概要欄とかコメント欄の固定コメントとか見ていただければと思います。今後とも、マキマキパスタ探検隊をよろしくお願いいたします。さ、新規一転、サイゼリア号もまたよろしくね。はい、どこへでもお供しますよ。いや、夕日が綺麗だね。群馬県にね、もうすでに入ってるんだけど、この渋川ってところで高速降りるんだね。まだ結構草津までは距離あるんだけど、こっからは山道登っていく感じなのかな。すいません、5000円分だけお願いしていいですかね。5000円ですか、はい、これはレギュラーですか。レギュラーで、レギュラー、はい。パスタ、違う、今ガソリン入れてくれてるから。パスタ、カーム、よし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 、かまってもらいたいね。すごい優しそうな店員さんだから。オーナーさんかな。あ、面倒食うでしょ。そうなんすよ、もうめちゃめちゃ食っちゃって困るんすよ。パグはもう何年も買ってますよ。あ、いや、5歳、4歳なんですけど、4年前に飼い始めて。はい。いいとこだ。で、お母さんをお迎えして、後で。はい。繁殖犬を引退したんで。寝方があるんです。あ、そうですね。はい。10キロぐらい。寝ちゃダメよ。ダメだよ。だったら大変。マスター。よいしょ。鼻水を飛ばすんだよ。そうですね。よくご存知だ。犬好きなんですか。今日はもう8キロ頃まで。あ、そうなんですか。あ、ほんとだ。かわいい。かわいい。今、サンダー騒いだと思う。
観点で。トロコなんて言われますか。パスタって言います。パスタ。はい。スパゲッティじゃない。そうです、スパゲッティ。YouTube で巻き巻きパスタ探検隊って調べると多分出てくると思うんで。巻き巻きパスタ探検隊。あ、これです、これです。はい。ちょっとチャンネル登録。あ、ありがとうございます。やった。はい、なんですかこれ。素晴らしい。あ、いいんすか。やった、もらっちゃった。そうだね、なんかもらったところ使わせていただきましたよ、これ。県外のお客さんからリピーターがあってね。あ、そうなんですか。こっち来た時、またくださいって言う人います。あ、本当ですか。はい、甘えん坊なんだろう。今度また近く寄ったらじゃあ来ます。本当ですか。はい。よろしくお願いします。あ、ありがとうございます。頑張ります。サイゼリア号、群馬のガソリンも美味しかった。ちょっと唐辛子の味がしました。てかフロントガラスに虫が。ガーかな？一緒に草津行こっかじゃあ。うわ、なんだ？なんか音楽が聞こえる。焦った。一瞬後ろから外線車が煽ってるのかと思った。面白いね、これ。あ、今草津の道の駅通ったから、もうすぐだね。ということで、今日はね、もう遅いからこの湯畑観光駐車場ってところで車中泊しようと思います。さて、車中泊で利用したいんですけども。1000円ですね。はい。これにおとくらしいんですか。あ、わかりました。午前10時まで。よいしょ。カードって使えますか。元気だけ、はい、わかりました。朝10時以降も止めたい場合はどうしたらいいんですか。朝刊になるだけです。10時過ぎれば1時間あたり300円とかで。あ、なるほどなるほど。請求されますもんね。あ、出るときに請求って感じですね。そこら辺で。あそこら辺、はい、わかりました。奥の方で、はい、ありがとうございます。すいません。結構車中泊っぽい車止まってるな。はい、着きましたよ。よしよしよし。草津だ草津だ。温泉温泉。あ、ちょっとごめんね。はいはいはい。よいしょ。はいよー。よいしょ行こう。はい。よいしょ。はい、よいしょよいしょ。人間疲れた。草津の温泉入って長寿になるわよって。マキちゃんとパソ君入れる場所あるかな。僕も入りたい。ババンババンバンバン。歯磨けよ。多分ね、夜中にこの動画見てくれてる人が多いと思うからね。パソ君から歯磨けようだそうですよ。そうそう、マキちゃんね、これお気に入りだったよね。久々のサイゼリア号だから。そうか、ずっとサイゼリア号に置いてあったのか。ちょっと私のタコって。なんか私にそっくりでちょっといけすかないのよねって。そうなんだよね。マキちゃんにちょっと似てるんだよね。そうだ、これ確かね、江ノ島で買ったんだよね。江ノ島で視聴者さんが店員さんのくじで当てたんだよね。ね、マキちゃんね。また江ノ島行きたいなって。今日は草津だよ、草津。ね。もしかしたら温泉入れるかもしれないからね。ちょっとマキちゃん。たこ焼き！たこ焼き食べたいなって。ちょっと食べられちゃうよタコくん。じゃあパスタくんの顎の背にしてあげよう。はい、よしよし。でパスタとマキちゃん、ちょっとね、ついて早々で申し訳ないんだけど、あのね、スーパーがもう閉まっちゃうのよ。このすぐ近くにスーパーがあるらしくて、そこがね20時閉店らしいから、ちょっと今からちょっと夕飯買い出しに行ってくるから、君たちのね、なんか食べ物も買ってくるから、ちょっと待っててね。この後お散歩行こう。よし、じゃあお利口にしててよね、パスタのマキちゃんもね。じゃあサイゼリア号、パスタのマキちゃんよろしくね。任せてください。駐車場出てもうね、すぐそこにスーパーがあるらしい。よかった、スーパーはまだ開いてて。スーパーが開いてなかったら夕飯どうしようかと思ってたよ。この駐車場の目の前はこれなんだ、草津町役場。あれだね、草津町長がさ、なんかセクハラかなんかでなんか訴えられて、でもそれでっち上げで冤罪だったっていう事件ね。その町長がここにいるのかな。別にここに住んでるわけじゃないか。観光立庁宣言って街を挙げて言ってるぐらいですから。いや、楽しみだね。やばいやばい、そんなこと言ってる場合じゃない。スーパーが閉まっちゃう。急げ急げ。あった、スーパー木部。すごい名前だな。ご当地スーパーかな。シャインマスカット。あ、シャインマスカットね。そういえばね、最近大家さんにもらったんだよね。新しい家の大家さんで、こんぐらい大きなやつだったわ。多分もっといいやつだったっぽいから、でも1000円以上するやつだろうな。あ、そうそうそう、こんな感じに積まれてたから、そうね、1200円だよね。大家さんありがとう。みかん、もうそろそろ秋だもんね。こういう緑のやつって結構酸っぱいのかな。マスマキはね、甘いのじゃないと嫌がるだろうから。お刺身喜ぶかな。あつとマキちゃんね、お刺身大好きだからね。あ、そういえばサーモンってあんまり食べないから、サーモンいいかもな。チリさんだけど。草津と全くゆかりないけど、サーモンあげてみるか。サーモン残り1パックだったから、ラッキーだな。さっきガソリンスタンドでもらった七味をね、美味しく食べられるもんなんかないかな。焼き鳥いいじゃん。
これタレだわ、ちょうど。あ、レバー俺大好きなんだよね。これに七味かけたら絶対うまいでしょ。あ、どうだろう。塩もいいな、塩だれか。まあなんかでも今日はレバーの気分だな。レバー食べよう。金だらの煮付け。こういうのも七味合うんじゃない？多分。これも買っていくか。サバ味噌。ちょっと、干からびてんだが。まあ閉店だからね、もうすぐね。もう8時です。これって生で食べられるのかな？野菜もちょっと食べた方がいいかなと思って。あ、でもドレッシングとかないな。サニーレタスってあの焼肉巻いて食べるやつだよね。これと焼き鳥一緒に食べたら美味しいんじゃない？ね、野菜も取れて、で、タンパク質取れて、一石二鳥じゃん。あ、これにしよう。サニーレタス。あ、しかもね、群馬県産だからね。なにこれ？丸ごと芋こん、芋こんにゃく。こんなでかいの売ってんの？アク抜き不要だって。煮ても生でも炒めても、生でも大丈夫なの？生で食べれるんだったらちょっと。食べてみようかな。よし。ちょっとね、炭水化物あんまり取りたくないのよ。太るから。冷凍食品は別に特に変わったものはないか。普通の冷凍食品か。あ、ちょっと半額ってのが気になる。半額とかね、セールとか限定とかに弱いからさ。なんだこれ。こんなの初めて見た。あ、パンだ。米粉パン。どうやって食べんのこれ。自然解凍か。自然解凍だからちょっと、まあ、明日の朝でいくか。うん、明日の朝にしよう。あ、そういえばね、ダイソーでね、ちょっと面白いトースター見つけたのよ。うん。なんかね、コンロでパンが焼けるやつ買ったから、それで焼いて食べよう、明日。炭水化物を取りたくないとは一体。飲み物は、群馬にちなんだやつはないかな、なんか。高っ。あ、155円か。こっちかと思った。川は。あれ、田園プラザって行ったことあるの？懐かしい。こんなところでまた再び出会えるとは。なんだっけ、おにぎり買って、味噌がついてなかったところだ。で、パスマキと一緒にソリ乗って、止まんなくて柵に突っ込みそうになったところを優しいね、男性二人組に助けてもらったっていう。懐かしいな。そう、あとアヒルがいたよね、確かね。ガチョウです。あ、しかも、小樽ね。北海道小樽も行きましたからね。でも牛乳はちょっと飲みきれないから。いいわ。そう、こういうところで繋がるんですよ。旅っていうのはいいもんですね。パンはいいか。あ、てか、さっきパン買ったわ、冷凍のやつ。お願いします。あれ、ちょっとよろしいですか？あ、いります。お願いします。1枚ください。1024円。はい、クレジットカード使いますかね。お願いします。 OK。 あ、そっか、閉店か。ギリギリだったんだ。ごめんなさい。最後のお客さんでした。てかさ、何よりさ、観光地で20時まで空いてるスーパーなんてめちゃめちゃ助かるよね。車中泊民にとっては本当ありがたいわ。駐車場の窓なりが警察署だわ。交番だ。これでね、もし車中荒らしにあっても安心だね。全然安心ではありません。で、あの草津で有名な茶畑、もうここのね、すぐ近くなんだって。で、ここが駐車場ね。宿泊の場合2000円、8ナンバーだから、うちはキャンピングカーだからね。で、その後延長は1時間、300円らしいから、多分ね、夕方ぐらいまでいるかな。うん、20時までしか入れないんでね、気をつけてくださいね。よいしょ。はい、ただいまー。ただいまー。ちょっと待ちくたびれたじゃないのよ。冗談じゃないわよ。はい、ご飯ちょうだいよ、ご飯。ごめんね、マクちゃん。パスタ。ちゃんと僕のご飯買ってきたよって。買ってきたよ、ちゃんと。しかもね、今までの食べたことない。君たちが食べたことないやつ買ってきたから。え？私が食べたことないやつ？何かしら気になるわねーって。マクちゃん、完全に肉まんなんだけど、顔が。誰が肉まんよ。冗談じゃないわ、ふざけんじゃないわよ。とか帰ってきて、そうそう、失礼しちゃうねって。ほんとデリカシーがないわね、あんたはって。まったく、よりよりほら、丸尾くんも言ってるよ、ほら、ね。マキ、どういう声だったっけ。マキちゃん、おまんじゅうみたいだよ。ふざけんじゃないわよ、まったくって。新入りのくせに何言ってんのよって。新入りだけど、もうマキちゃんと、マブダチって。冗談じゃないわ。誰がマブダチよ。ふざけんじゃないわよ。私とね、マブダチになろうなんて100年早いのよ。失礼しちゃうわねって。ご飯まだかなってずっとね、お留守番してたんだろうね。はい、じゃあご飯、ご飯。よいしょ。はい、マクちゃんとパスタくんね。あ、マクちゃんいい顔だね。パスタくんは？あ、いい顔、いい顔。あ、マクちゃん偉い。ね、落としたやつから先に食べて。じゃあ腹ごしらえしてちょっと経ったらね、お散歩行こう。なんかね、ライトアップされてるっていう話なんだよね。でも22時までらしいから、少しだけ休憩したらもう行っちゃいましょう。温泉はね、明日入ろう。まあ今日は下見ということで、楽しみだね、草津ね。まあ平日の夜だから
もう外出てもほとんど人いないと思うけど、ちょっと様子見るだけでもさ、明日の予習にね。まさかマキちゃんが落とすのを待ってますよ。パサパサ、マキちゃん落としたよ、マキちゃん落とした。よし、やったじゃんパスタ。ちょっとふざけんじゃないわ、私が落としたの。そんなわけないんだけど。今日なんか少なくないって。いや、この後ね、君たちのためにね、もう美味しそうなやつ買ってきたんだから、散歩帰ってきたらね、パスタね。それでいい？わかった。なんだろうな。早く食べたいな。そのスーパーで買ってきたやつ先でもいいよ。いやいや、散歩行きたいじゃん。君たちトイレもするだろうから。そうよ、パスタはほんとがっつきねって。いや、多分、マキちゃんが一番喜ぶと思うよ。ね、マキちゃん海鮮好きだからね。じゃあ、小休憩としますか。ね。しかし、草津は涼しいね。よいしょ。はいはいはい、おいで、おいで。休憩休憩。このね、キャンピングカー備え付けの冷蔵庫は、もうね、壊れてるんだと思うんだよな、多分。まあ、とりあえず物置になっちゃってるから、これを、このね、ポータブル電源と繋いで、よいしょ。いや、ほんとね、車中泊にポータブル電源は必須ですよ。よいしょ。いや、ほんとね、ユーグリーンさんありがとうございます。提供していただいたね、ポータブル電源使って。マイナス20は冷凍だよな。でも早く冷やしたいから、とりあえず0度にしよっか。で、冷えたらちょっと上げよう。うん。で、これね、助手席に隠しておきました。あ、何？パズク見守っててくれんの？じゃあ一緒にね、ちょっと板倉さん並みに入れた方がいいってやつやっていこうか。じゃあサニーレタス。これは、常温？いや、入れた方がいいね。うん。多分入れた方がいい。よいしょ。ね、パサ君どう？うん、入れた方がいい。了解しました。パサ君が入れるなら間違いない。ね、はい、焼き鳥ね。焼き鳥も、レンジでチンするからね。とりあえず入れときましょうか。ね。多分入れた方がいい。パサ君これは？これ。銀だらの煮付け。入れといた方がいい。了解しました。ね、入れた方がいいみたいです。パサ君曰く。で、これは？あ、これはちょっとパサ君とマキちゃんに見せられない。サーモンね。これで喜ぶぞ、パスタのマキちゃん。あ魚の匂いに釣られて、マキちゃんやってきた。ちょっと何それ、ちょっと見せなさいよって。すごい美味しそうな匂いするんだけど。そうそう、マキちゃんね。マグロ大好きだからね。だから、サーモンもね、きっとマキちゃん喜ぶだろうね。ということで、入れておきましょう。これね、生で食べれるんだって、このこんにゃく。ね。こんにゃく犬どうなのかな、ちょっとマキちゃんやめて。ちょっと、パスタくん、マキちゃんちょっとやめさせて。あ、オッケーオッケー。はいはい。生でも食べれるね、このこんにゃく。何こんにゃくつったっけ、トロロこんにゃくだっけ、芋こんにゃくです。で、これもこれもマキちゃん。入れた方がいいって。あ、了解しました。ね。ひんやりするわね、ここね。そうすると今ね、涼しくなってくるから。で、これは、あ、これね、自然解凍しなくちゃいけないから、これは、せーの、入れない方がいいって。ね、ちょっとパズ君とマキちゃん、どっちの声にしようかなと思って。入れない方がいい。あ、了解しました。よいしょ。ちょっと、喉乾いたから。飲むヨーグルトだけ飲むか。あ、ちょっとマキちゃん、暑い？マキちゃん、ここ涼しいよ、ここ。あ、パズさん。そこ僕の場所って。ちょっと。じゃあ、まっちゃんがさ、暑いみたいだからさ、パソコンこっち行こう。え、パスタ運転席ね。パスタ運転席大好きでしょ。ね、まっちゃん涼しいね。涼しいね。まあ、多分ね、このね、車内が結構ね、断熱性がいいから、地元のあったかさを持ってきちゃってんだよね、そのまま。だから窓開けた方がいいんだけどな、本当は。でもまあ、ちょっと、開けるとね、音がうるさくなっちゃうし、光も漏れちゃうからね。まっちゃん扇風機で我慢して。仕方ないわね、って。でもちょっと涼しくなってきたなって。あ、よかったよかった。目的地着く前にね、パスタくん、うんち出ちゃいました。パスタうんち早いわね。パスタのうんちの匂いだか、硫黄の匂いだか、どっちの匂いか分かんないわって。多分ね、パスタのうんちの匂いだね、これね。すごい、こんな細い道を観光バスが通るんだ。俺には度胸がないな。ここをキャンピングカーで通る度胸は。ね、温泉の匂いがしてきたね。そうだよね、訓活は欠かせないもんね。新しい家に来たら。ほんと好奇心旺盛だよね。あ、出た、まきちゃん。パスタ何？そこになんかあんのって。ふんふん。ふんわふんわって。なかなかいい匂いね。そこ僕の場所だよーって。ね、パスタくんがもうマーキングしてました。ツアーの人たちかな？マイクロバスで。お、すごい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 。かっこいい。パスタパスタ。見て見て見て、ほら。すごいね。パスタ張り切ってる、パスタ張り切ってる。すごい、なんか湯気が立ってる。あ、ちょっともうピントが合わない。綺麗。ディズニーランドみたいじゃん。これが湯畑だよね、多分ね。何これ、幻想的だ、めちゃめちゃ。ビーズのコンサートかな？かっ
こいい、かっこいい街だ。いや来てよかったねってマキちゃん湯畑でうんちよって、モリモリよって。でも本当にモリモリだね、めっちゃ出たねマキちゃん。パスタダメだよ、ちょっと待って、うんち処理するから。マキちゃんのうんちを、パスタ君とマキちゃんのうんちの匂いは毎日嗅いでるからわかるんだけど、これは異様の匂いだわね。マキちゃんね、繁殖犬ずっとやってたらね、こんなの見れなかったからね、よかったね。すごい綺麗ね、何これ、こんなの見たことないわって。そうだね、ね、パサすごいねこれね何これ、引田天功のイリュージョンみたいって。パサ詳しいねパサいいもん見れたね、いいもん見れたね。犬好きなんですか。はい、あ、ぜひ可愛がってやってください。あ、もちろんもちろん。あ、汚しちゃうかもしれないけど、ごめんなさい。大丈夫ですか。姉ちゃんがパグ飼って。あ、そうなんですか、はい、へえ。そっち息子なんですよ、こっちがお母さんで、ちっちゃい方が、はい。すいません。本当人懐っこくて。名前なんて。あ、こっちがパスタっていう名前ですよ。大きい方がパスタ。はい。そうなんですよ。パスタって言われるとすごい喜ぶんですよ。呼ばれたからもう。こっちはマキちゃんです。マキで。マキ。マキですね。はい。マキちゃん。マキちゃんは元繁殖犬だったんで、もう犬舎で育ったから落ち着いてるんですよ、すごく。こっちが4歳で、こっちのお母さんが8歳ですね。よかったね、可愛がってもらえてね、こんなところで。さっき到着したばっかりで。そうなんですか、はい、駐車場です。あ、そうです。なんか車中泊できる駐車場があって、そこに停めて、はい。観光駐車場は止められるんで。あ、そうなんですか。え、ここら辺のことなんですか。はい。あ、そうなんですね。町内住んでる。あ、ちょうどそうなんですか。YouTube とかで使っちゃまずいですか、ね、大丈夫ですか。あ、ありがとうございます。よかったら、じゃあ、巻き巻きパスタ探検隊でちょっと検索してみてください。はい。ダメだよ、パスタ。パスタダメ。あ、そうなんですよ。まあ、まさに、はい。女性が大好きで。よし。おっと、まさに。すいません。すいません。絶対勝てないぞ。絶対勝てない。多分毛とか相当ついちゃったんで、あの後で払っといてください。すいません。ありがとうございます。本当に可愛がってくださって。よしよし、ポリポリと。よしよし。こっち行くと公園の方ですかね。そうです。の河原。確かライトアップされてるんですよね。まだついてる。ついてます。あ、じゃあ行ってきます。ありがとうございます。バイバイ。バイバイ。まさ、ルンルンじゃん、ルンルン。相当嬉しかった。多分ね、10時までライトアップされてるっていうから、あ、あと30分だ。今37分だから23分か。急ごう急ごう。ね。マキちゃんも急ごう。エッサ、ホイサ、エッサ、ホイサ。待って待ちなさい。マキちゃん早く、ライトアップ終わっちゃうよ。あ、こういう饅頭とかね、明日食べたいね。どこの饅頭が美味しいんだろう。いっぱい多分お店あるだろうから。悩むな。バイバーイ。バイバーイ。完全に相手にされてなかったよ、パスタとマキちゃん。ちょっと、可愛いって言葉に反応するんですよ、必ず。可愛いって言うともう、撫でてもらえるからって。可愛いって言うよかったね。あ、すいません、汚しちゃって。申し訳ないです。希望有利してた。そうなんですよ。人が大好きでもう。そうなんですね。構ってくれそうな人見つけるともう、こんなに。可愛いね。めっちゃいいじゃん。誰でも信用するからな。かわいい。今みたいに、あの、背中向けて座ると信頼した証拠なんですよ。そうなんですか。はい。かわいい。それなの。信頼してくれたの。かわいいね。よかったね、パスタね。パスタよかったね。お散歩楽しい。バイバイ。バイバイって。あ、ありがとうございます。今の使っちゃって大丈夫ですか。大丈夫です。あ、いいですか、本当ですか。あ、ありがとうございます。バイバイ。仲良くトイレだわ。パスタ長いね。我慢してたのかな。ああ、あれか。ウレションだわ、ね。いろんな人に可愛がってもらってから。あ、すごい。ね、マキちゃんの方がだいぶ遅くトイレしたのに、終わるのは一緒っていう。ちょっと水かけないと。ちょっと待ってて。すごいなんか気さくに話しかけてくれる人がいっぱいいるね。え、パス、ジャンプジャンプジャンプ、マキちゃんもジャンプ、よし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 。こっちだ。公園って書いてあるね、あそこ。ほら、看板。向こうだ。なんか温泉が流れてる臭いよ。これ温泉かな、川かな。多分温泉だよな。やっぱそうだ、湯気立ってるから。温泉だわ。すごいね、至るところに。なんかね、毎分4000リットル出てんだって、この草津町から。事前に調べてみた情報だと。やばくない？ 4000 リットルって。無限だよね、無限。温泉といえどね、もう資源と一緒だろうからね。無限に湧き出る資源。いい響きだな。多分草津は金持ちなんだろうな。何？西の河原露天風呂。西の河原です。露天風呂があるんだ。公園の中にかな。
入浴料800円。あ、安いね、思ったより。あ、すごい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 、ライトアップされてる。前さ、秩父で行ったさ、あのなんだっけ、つららの祭りみたいな、あんな感じに似てるな、なんかライトアップの仕方が。母さん、すごいね、綺麗だね。うわ、赤く光ってる地獄だ地獄ね、マキちゃん。地獄に落ちるわよってちょっとマキちゃん、細木和子さん、あなたちょっと顔似てるけど。すごい。あ、今度青く光ったわ。地獄かと思ったら三途の川だわ怖い怖い、幽霊出そうなんだよ。なるほどね、いろんな色にライトアップされるんだね、マキちゃんね。ちょっとマキちゃん怖い俺がね、ライトつけてるからさ、稲川淳二みたいになってるよ、マキちゃん怖いな怖いなマキちゃん、ちょっと声が稲川淳二にちょっと似てるわ。怖いな怖いなって。パスタは、僕も温泉入りたいなってね。入れるといいね。あるかね、ちょっと調べてみるわね、夜中ね。ちょっとその橋渡ってみようか、パスタ。渡ってみる？はい、渡ろう渡ろうね。三途の川を渡りますよ。よし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 。お、すごいすごいすごい、綺麗綺麗。あ、待って待って、うわ、めちゃめちゃ、ちょっとちょっとちょっと、すごいすごい、マキちゃんマキちゃんなんだよ、あ、ここ橋を渡ったら川なんだがどういうこと？至る所から湧き出てるんだろうな、きっと。あー、いい匂い、すごいね。こことかね、なんか露天風呂臭いけどね。あー、マキちゃん濡れてるお尻びちょびちょだわ、マキちゃん。よいしょ。河原のあちこちから毎分1400リットルの温泉が湧き出し、川となって流れ出しているんだそうですよ。うわ、何これ、神社だよね夜だとめちゃめちゃ怖いんだが。いや、俺これ一人だったら絶対行けないわ。あ、でも、もうすぐそこだわ。ちょっとお参りしていくか。二人のね、健康と長寿を祈って、ちょっとお賽銭していきますか、じゃあ。ここ犬大丈夫な神社かな。また神社警察の人にコメントで、犬は神社ダメだよって怒られちゃうかもしんないな。まあ、いっか。怒られても。じゃあ、まっちゃんはまたおぶっていくから。オッケー。じゃあ、パスタ、行くよ。あーしあしあし。あ、パスタいいね、いいね。お邪魔しまーす。パスタのお尻が、鳥居に映えるな。このミスマッチなね。ハグと鳥居っていう。よしよしよし。はい、来ました。神社。じゃあ、まっちゃんもお祈り。はい。御朱印は、白根神社。ここではやってないのかな。まあ、そりゃそうだよな。穴森田舎神社。絶対違うな。サイゼリアを頼んだ。穴森稲荷神社です。狛犬もいるよ、ちゃんと。ほら、2匹ね。うちみたいにもしかしたら親子かもしんないよ。ライバル、ライバル。じゃあ、財布の中に入ってた、ありったけの小銭を。ね。いくらだ、これで。214円。大丈夫かな、不吉じゃないよね。じゃあ、行きますよ。せーの。リレー。2泊。パスタとマキちゃんが幸せにこれからもずっと一緒に暮らせますように一礼と。え、しましたか？2泊2礼1泊しました。したしたわよ、ちゃんと。あ、本当だ、マキちゃんね、これ鈴鳴らしてるね。パスタはした？これからも3人で末永く一緒に暮らしてきますようにって。あ、嬉しいね、パスタね。ね、マキちゃんもね。仕方ないわね、私も一緒に暮らしてあげるわよって。じゃあ行きますか。多分ね、22時でライトアップ終わっちゃうから。今は、あ、22時2分だ、もう終わっちゃうわ。あ、行こう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 。パスタ、ちょっと狛犬みたいになってるから、ちょっとパスタおぶんの結構大変なんだよな。よいしょ、まっちゃんも、よいしょよいしょ、行きますよ。あ、ライトアップ終わっちゃうから、真っ暗になったらね、入れないからね。よいしょ。さらに奥へと続いてるんだけど、まだだいぶ続くね。マキちゃん頑張れ。おじさん、おじさん、おじさん、おじさん。パスタはまだまだ元気。うわ、びっくりした。ライトアップしなくていいよ。ちょっとなんか偉い人なんだろうけど。日本の近代医学発展に貢献するとともに、草津温泉をこよなく愛し世界に広めたドイツ人医師ですよ。右にも道があったよ。ほら、こっち。また訓活出たわ、パスタ。よしよし。よし、あ、いいねいいね。あ、マキちゃんいいね、元気になった、マキちゃん。よしよしよし。この奥まだなんかあんのかな。あの、サイノガワラ温泉っていう、ああ、温泉か。なるほどなるほど。ごめんなさい、すいません。ごめんなさい、すいません。ありがとうございます。そっかそっか、一番奥には温泉があるんだね。あ、パスタいいね。マキちゃんは？パスタ待って、パスタ待ってよ。あ、優しいパスタ待ってくれてる。ほら、あそこで。よしよしよし、よしよしよし。あ、早い早い、早い。超えた、超えた。ウサギとカメじゃん。ウサギのパスタくんが休んでたらマキちゃんが
上から見るともっと綺麗だな。ほら温泉流れてる。温泉あったかいね。湯気だけでもあったかいの感じるわ。ぬくもりを感じる。あーいい匂い。そうそう、温泉といったらね、しっかりこうやって硫黄の香りがしないとやっぱね。露天風呂まで20メートル。こっちか。20メートルの看板いるかな。すぐそこだよ、20メートル。とりあえず温泉だけ見に行こうね。もう入れないだろうけど、どんな感じかなって思ってね。多分これだな。なんか覗いてるみたいで気が引けるけど、はい、盗撮じゃありませんよ。こっちの奥はなんだ。こっちは大丈夫、疲れてない、抱っこしよっか。ちょっとね、マクちゃんには厳しいよね。よいしょよいしょ。あー楽ちんって、パスタ頑張ってねって。いい湯だわって。いやマクちゃん温泉入ってないから。なんか音がした。動物かな。ちょっと待って、怖いなこれ。先行くの。この奥何があるとかって何も書いてないんだけど。ねえマクちゃん、ちょっとやめとくか。ちょっとごめん、俺これ以上行けないわ。ちょっと怖くて。いくら君たち一緒でも。たく臆病者ね。誰に似たのかしら。ちょっとパスタに似たのかもね。一緒に住んでるから。ごめんパスタ行こうじゃ。たく、私がついてるのにって。いやマクちゃん頼りにしてるよ。ねえパスタね。パスタが一番マクちゃんを頼りにしてるからね。ほら音が鳴ってる。動物がいる、動物がいる。音が鳴った今。ちょっと逃げよ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 。絶対動物だよ。マジで怖い、マジで怖い。戻ろう戻ろう。多分ね、この橋を渡ると温泉の入り口なんだわきっと。で、俺らはね、ここまっすぐ行ったんだけど。いやマジでだって熊の可能性も全然あり得るからね。怖い怖い。熊だけはダメよ。ああ、びっくりした。もう、ちょっと怖い。チャック開いてた。熊撃退スプレーも落ちてた。熊の呪いだ。勝手にチャックが開いた。怪奇現象なんだが。そんなことある？俺閉めてたのに。怖い怖い。帰ろ帰ろ。もう、そぞくさ帰ろ。夜中に来るもんじゃないよ。ほら見てよもう。肝試しじゃんこんな。誰もいないしもう。俺らだけだよ。そして誰もいなくなった。びっくりした。なんかまた動物かと思ったら人だったわ。一人でボソボソとつぶやいてんのバレたな。おお、お地蔵さんか。ちょっと。すいませんでした。ちょっと。大声出して。ごめんなさいね。お地蔵さん怖がっちゃいかんよ。そうそうそう。ここ足湯なんだ。この西の河原公園のね、入り口のところ。足湯あったわ。うん、人が入ってる。これも温泉じゃない？あったかい。ちょっと夜ね、さすがに冷え込んでたから。あー、あったまる。これ飲めんのかな？手洗いの湯だからダメか。飲泉できません。危ない危ない。今飲もうとしてたわ。ということで、西の河原公園でした。西の河原公園です。楽しかったね。ね、二人ともね。よしよし。で、こっちが、お隣がホテルか。で、目の前にクラフトビールもあってね。群馬生まれの。まあ飲んでみたいけど、俺お酒飲めないからな。モナカアイス。あ、モナカアイス食べたいな。レトロだって。モナカアイスに落書きできるよ。どういうこと？いや、めっちゃ気になる。あ、豚汁もあるって。豚汁。ここ来よう、明日ね。よし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 。よし。パスタはね、まだ元気だからね、走らせないと。え、待って、よしよしよし。パッとジャンプ。よしよしよし。マクちゃんはね、楽々です、楽々。どうしたマクちゃん。あ、おトイレか。マクちゃんはね、何とかに分けておトイレするからね。なんか今すごい構図が良かったよ。このね、草津の昔ながらの通りで。マクちゃんがおしっこ。じゃ水かけるからちょっと待って。山形屋。お土産屋さんかな？草津温泉プリン。観光地といえばね、プリン必ずあるよね。名物のプリンが。ね、楽しみだね、二人ともね。うん、楽しみ。何食べれるのかなって。パスタが食べれるもんもね、ちょっと探そうね。焼き芋あるかね、焼き芋ね。焼き芋が一番。湯畑に戻ってきたら、まだライトアップしてたわ。まあね、観光で宿泊してる人も多いだろうからね。深夜でも人が集まってます。あ、こっち行ってないから、こっち行こうか。お、すごい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 。まさに温泉だわ。露天風呂。丸見えだけど。目の前まで行けるよ。ほら、ここで。マサ、ほら、おいで。よしよしよし。マキちゃんも。よしよしよし。ほらほらほら。すごいね、すごいね。色が綺麗だわ。少し乳白色で。これはさすがに入れないから、すごい深そうだね。あ、パサ君座っちゃった。まあ、人工的な滝だろうけど。それでもいいな。風情があるね。よしよし。映えてる映えてる。いや、ちょっとわかりづらいか。カレンダーの写真にはならんな。すごいよな、街全体がこうやってね、湯気に包まれてるのが千と千尋の神隠しの世界みたいだよね。まあ俺はね、ジブリの中ではラピュタ派なんだけどね。朝行くよ。あ、また絶対に動かないマンになっちゃった。どこで絶対に動かないマンになってんだよ君。よしよし。あ、これすごいでっかいホテルだね。大東館。なんか老舗のホテルっぽい。これは地酒だね。地酒が飲めんだね。いやほんとね、観光はね、お酒飲める人の方が楽しめるだろうな。必ずね、その土地土地に地ビールとかね、地酒とかあるからね。ミルク専門店、ここ来ようじゃあ明日。
ね、お酒は飲めないから。あ、ここも足湯か。足湯いろんなところにあるね。こんな時間まで。温泉卵。パスタとマキちゃん食べれんじゃん、温泉卵。卵大好き。黄身の部分がいいのよねって。あ、やっぱり漬物温泉卵、甘酒。じゃあ俺ね、甘酒飲みたいから、パスタとマキちゃんね、卵食べよう。明日ね。いい。パスタも卵食べる？食べるって。僕は黄身も白身も大好きって。パスタね、何でも食べるからね、あなたね。ここ一番近くで温泉見れるわ。ここは浅いね。これだったら入れそう。あ、すごい。白飛びしてる。これで見れるかな。オッケーオッケー。この白い石は何かな？天然なのかな？酒粕みたいな色してるけど。アクみたい。アク。しゃぶしゃぶした時のアクみたいだわ。まあ人工物じゃないだろうね。さすがに天然だよな、この白いの。うわ、危ない危ない。スマホ落としそう。いや、なんか見てて飽きんな。まだどこのお店も入ってないけど、もう十分楽しめてるわ。草津。あれ全然興味なし。二人とも。やめとくよ。サーモン食べたいのね。食べ物しかに興味ないんだから君たちは。目星つけた食べたいもの。温泉卵、やっぱり卵大好きパスタ。よしよし、じゃあ帰ろう帰ろう。何これ、傘の駅だって。どなたでもお使いください。この傘は駅から駅への不定期の全波に次の方が使うことが多いんです。なるほどね、優しい世界だな。使っていいんだ。よし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 。ここです、湯畑観光駐車場というところの2階です。2階にサイゼリアが止まってます。ここめちゃめちゃいいわ、すぐ近くだし。まあちょっと車中泊2000円はね、結構するなって感じだけど、電源とか何もついてないからね。まあでも立地を考えればね、許容範囲なんじゃないでしょうか。はい、サイゼリア号ただいまー。お帰りなさい。よいしょ。草津やっぱいいとこだったよ、サイゼリヤ号。明日も楽しみですね。よし。うー、疲れた。ね、パス君ね、めっちゃ張り切ってたね。やっぱね、探検心がくすぐられるんだろうね。パス君、好奇心旺盛だからね。さあ、冷蔵は、あ、やば。やばいやばい、一度になってたわ。もう冷凍庫になっちゃうじゃん、これ。そういえば、零度のままだったわ。あ、よかったよかった、大丈夫だ。あ、むしろ、ちょうどいい感じに冷えてる。冷蔵庫って何度なんだっけ？ちょっと調べてみるか。冷蔵庫、温度。AI によると、最近ほんとね、Google で検索すると AI が必ず一番上に出てくるよね。AI によると、各室によって異なり、適正温度は次の通りです。冷蔵室、2度から6度。あ、じゃあまあ、全然大丈夫だったんだね。これでさ、2度にしときゃさ。あ、でも、チルトでも、0度だから、あんま大丈夫っちゃ大丈夫なのか。よかったよかった。ビビった。凍ってるかと思ったわ。大丈夫だったわ。君たちのサーモンね、凍ってないよ。危なかったね。君たちは、とりあえず、よいしょ。ポケットの上にね、乗ってますね。サーモン早くちょうだいって。ね、私サーモン大好きって。食べたことないよね、わかるの？違うよー。僕のサーモンだよーって。いや、二人のだから。ね、仲良く食べてよ。ということで、じゃあね、ご飯食べてよ、ご飯。ね、じゃあ、まあ、君たちね、早くあげないと、うるさいから、これから行きましょう。ててー。サーモン。ね、マグロとどっちが好きかなっていう。マグロもあったからね、悩んだんだけど。あ、しかも、めっちゃ分厚い、ほら。美味しそう、美味しそう。ね。ほら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 、ほらほら。ちょっとね、布団汚さないでよ。布団。大丈夫？まあ、結構身がしっかりしてるから、切りにくいな。よしよし、オッケーオッケーオッケー。じゃあ、パサ君も大きいの行こうか。ね。はい。ほら、プリプリ。よし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 。美味しい。ちょっと一口じゃん。ちょっと味わって食べてよ、パスタくん。そりゃないぜ。ねえ、マークちゃんね。マークちゃんは？マークちゃんもいる？じゃあ、マークちゃんはね、この端っこのね、部分ね。ちょっと縦長だけど。大根もちょっとついてる。よしよし。どうマクちゃん、どうマクちゃん。なかなか美味しいわねーって。あれ、ちょっとマクちゃんも一口じゃん。ほんと親子そっくりだなぁ。たく。普段ね、ちゃんと噛むんだけどね、マクちゃんね。あまりにも美味しかったのかな。まあ、脂乗ってるからね、サーモンね。マグロよりも好きかもしんない、もしかしたら。で、パスタくんね。はい。よしよしよし。あ、上手上手上手。ちょっと、私早くって。私まだ一切れしか食べてない。パスタだけずるいわよって了解しました。ちょっと俺の分なくなっちゃうこれ。大根もいいんだよね、確かね。マキちゃん、これちょっと油がね、いっぱいついてそうな端っこの部分。
お腹の部分だよね。よし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 。美味しい。僕も出ましたね。生徒待機2人とも。仕方ないなぁ、もう。たく。ほんとわがままだな、君たちは。今度はね、パスタ君が油いっぱい乗ってるところ。で、マクちゃん、これ行こう。いい。よしよし。食べっぷりはマクちゃんの方がなんかすごいね。やっぱ、魚系はね、マクちゃんがやっぱ喜ぶのよ。ね、マクちゃんね。はい、ということでね、残りは私めがいただきます。あ、待てよ。醤油ないかもしんない。いや、持ってきてないな。塩コショウ。いやー、ちょっと調味料なんもないわ、そういえば。あ、そういえばガソリンスタンドのオーナーさんがくれた唐辛子、ね、君たちは食べれないよ唐辛子。これをちょっとかけてみようよ。なにこれ、手作りなんだって。え、あのおじさんの手作りもしかして。だとしたらすごいな。お刺身に唐辛子聞いたことないけど、でも何もかけないよりかはちょっとは塩っ気みたいのが多分出ると思うんだよな。いただきます。あー、まあありっちゃありだな。うん、あれこれありかもしんない。てか、この七味唐辛子がめちゃめちゃうまい。なにこれ、風味がすごい。いや、普通のね、七味唐辛子とちょっと違う。うん。待って、七味美味しい。なにこれ、てかね、七味の主張がすごい。いや、マジで、これをご飯にかけていけるわ。うん。七味ご飯で全然いける。もっと欲しい。もっと欲しいんだが。ちょっと大事に使おう、これ。美味しい。え、なんで普通の七味と違うんだろう。なんか入ってるものが違うのかね、気になる。もうね、もう目線が痛いんだよ君たち。仕方ないなぁ、もう。たくも。え、じゃあ残り2枚あるからね。パスタがこれで、はあ、はい、よしよし。で、まっちゃんが最後。はい、こっちこっち。よーしよしよしよし。はい、ないないです。はい、ないない。ないないね。いや、七味サーモン全然ありだわ。うん、美味しい。いや、これ新たな発見かもしれない。ちょっとこれ特許取っといた方がいいかもしれない。取れません。いや、てかこの七味が美味しいだけかな。ちょっと他のにもかけよう。うん。今日、ね、刺身はごちそうさま。次の食に行く前にちょっと、飲むヨーグルト。喉が渇いたわ。いただきます。そうそうそう、これね、川場の田園プラザね、ここの道の駅行ったからね、ほんとこんなところでまたね、再び出会えると思わなかったね。あの、君たちがアヒルにさ、出会ったところで。ガチョウです。いただきます。あー濃厚、あー甘い、あー酸っぱい。甘さと酸っぱさの具合がちょうどいいわ。めっちゃドロドロしてる。濃厚。うん、美味しい。確かあそこの道の駅、チーズがさ、特産だったのよ。そうそう、だからあそこ乳製品がね、すごく美味しいんだろうね。うん、このヨーグルトもめちゃめちゃ美味しいわ。これ1本 150ml で 135kcal。濃厚だね。美味しい。ちょっとね、サーモンに続いて、また魚行きましょう。こちら。カレーの煮付けね。銀だらです。これこそさ、この七味が役立つでしょう。ね。まあ、この容器がレンチに耐えられなさそうだな。大丈夫かな。一応やってみるか。あ、もういいかな。ピチピチなってる。そうそうそう、これ、このね、電子レンジ確か1000ワットなのよ。だからすぐあったかくなる。じゃあまずはね、七味なしでいただきたいと思います。うわぁ、染み込んでる。うまそう。これ骨取った方がいいか。プリプリ。いただきまーす。美味しい美味しい。まあただやっぱタラだからちょっと癖があるね。あ、ちょっと待って。マジか。見てください。虫が入ってました。いや、これさすがに今入った感じじゃないと思うから、調理の過程で入ったと思うんだよな。間違いなく虫ですよね。まあ虫も入るか。仕方ないか。でも食べる気うせたわ。ちょっとね、虫が入ってるとね、いや、全然食べれんだけど、いや、食べよう食べよう。ね、もったいないもったいない。うちの YouTube チャンネルね、ほんと老若男女、いろんな人が見てくれてるから、子供たちも見てるから、これね、ちょっと虫が入ってたぐらいで、これね、捨てちゃったらね、子供たちのね、お手本にならねば。で、じゃあこれをね、七味唐辛子かけて食欲を増しましょう。ほら、美味しそう。ね、もう、七味だかね、虫だかもう分かんなくなったね、これでね。じゃ、いただきまーす。あ、美味しい。あ、全然七味入れた方が美味しいわ。てか、この七味何にでもいけんじゃないの多分。なんならこのパンにでもいけそうだわ。あ、続いてね、焼き鳥のレバーね。レバーね。こんなにいっぱい入ってね、450円。1、2、
3,4,5 本入ってるから1本いくらぐらい ?90 円ぐらい。安いね安いね、さすがスーパーで。なんとサニーレタスもありますから、これでね焼き鳥をさ包んで食べたらさ、もう野菜も食べれてタンパク質も取れてで、一石二鳥ってわけね。ね、パスタも食べたい。今までいいかな。よいしょ。あ、大丈夫そう、大丈夫そう。あっつあっつあっつ。さすが1000ワット。うわ、うまそう。でっかいレバーだな。じゃあちょっと一回このまま食べてみるか。いただきまーす。ちょっと癖が強いな。あ、これすごいな。ちょっとね、レバーの生臭さが。結構強めだわ。こういうもんなのかな。なんか本来のレバーの。味なんだろうけど、これが。まあ、これがいいんだよって人もね、多分きっといるんだと思うんだけど、レバーがほんと好きって人は。よし、じゃあ、サニーレタスに包んでみよう。これサニーレタスさすがに、洗った方がいいんだよね。こっちの水はね、ちょっと飲んだりとか、調理に使ったりとかは、あんま多分良くないと思うから、タンクがね、そんな綺麗ってわけでもないのよ。だから、ちょっと、天然水で。で、レバーを、乗せて包んでいただきまーす。まああんまりちょっと生臭さは薄まったかもしれないけど、まあ別に味は特に変わんないから、正直このレバーはあんまりおすすめしない。普通の焼き鳥買いましょうね。やっぱ南アルプスの天然水なんだよな。ちょっとね、今レバーの生臭さをね全部流し込みました。で、最後ね、これ、こんにゃく。芋こんにゃくだっけ?確か。これね、生でも食べれるって書いてあったからね、ほんとかな?ちょっと怖いけど、食べてみるか。ちょっとね、この汁をね、あんまり排水タンクの中にね、入れたくないから、匂っちゃうからね。だからこれに入れて、ちょっとトイレに流したいと思います。よいしょ。パスタなんだろうね、これね。うわ。柔らか。プルンプルン。普通のこんにゃくよりね、柔らかいわ。マクちゃんのお腹の感触と同じだわ、これ。失礼しちゃうわねって。こんにゃくこうやって洗ってる人多分俺ぐらいだろうな。よし、オッケー。あれだわ、こんにゃくゼリーみたいな感触だわ。そんぐらいプルンプルン。よし。パス巻きのドッグフードのお皿を。はい、できましたね、男の料理。料理とは一体?これこそね、七味あった方が美味しそうだけど。まあ、まずはね、ちょっとこのままいただきたいと思います。お、くず餅みたい。あ、でもこんにゃくだわ。あ、めちゃめちゃこんにゃく。なんかね、噛んだ瞬間は、なんかくず餅みたいなんだけど、後からもうこんにゃくが押し寄せてくるわ。癖はそこまで強くないかな。生で食べるもんじゃないな、やっぱ。やっぱおでんとかに入れたら、多分めちゃめちゃうまいと思う。味的にはね、どっちかっていうと白滝かな。ということでね、七味をかけましょう。これをかければ何でもね、何でも美味しくなるから。七味は世界を救う。いただきまーす。これは合わない。これは合わない。七味の味しかしない。これだったら、もうそのまま食べた方が美味しい。訂正します。何にでも合うは嘘でした。ほとんどのものに合う。七味唐辛子。何、君たちも七味食べたいの?ね、さっきさ、もう夜についてさ、まだ数時間しかさえないのにさ、なんかもう充実してるね、なんかね。やっぱ草津いいわ。あ、そうそう、あのさ、湯もみとかって知ってる?湯もみガールズみたいな人たちがね、なんかこうやってやんのよ、こうやって。お湯を揉むのよ。それのね、なんか実演みたいな。しかもね、ワンコも抱っこすれば見れるんだって。ワンコ連れも OK みたいな感じらしいから。君たち二人を抱えて、湯もみ見に行こうね、明日ね。え、何?湯もみ?私はもみもみの方が好きなんだけど、もみもみ。早く、もみもみしてって。はいはい。やっぱりもみもみが一番ねって。ま、明日湯もみも体験してあげるわよって。そうだね、一緒に見ようね。パスタもね。湯もみって何?なんかの実かなって。パスタ、なんでもね、食べ物だと思ってダメよ。湯もみです、湯もみ。なんだ、食べ物じゃないのか。たく、パスタくんとまっちゃんは本当に。仲いいね、君たちね。親子で。Fire Stick TV を普通にスマホのデザリングで見ようとしたら、なんかこれ、草津 Wi-Fi っていうのが、多分これ、無料で使えるな。こっち使ってみるか。セキュリティ大丈夫かな?あ、パスワード必要か。こういうやつか。じゃあこれで。これは確か、あ、これはね、モザイクで見せらんない。草津 Wi-Fi ってさ、
なんか草津の町全体で Wi-Fi が繋がるのかなと思ったけど、さすがにそんなことないか。あ、いいよいいよ。ペンタフもね、今日はハム焼きなので、なんか上手上手、ちゃんと噛んでね、ちゃんと噛んでよ。うん、あーすごい。で最後にポータブル電源で寝てる間にスマホをね充電しておいて明日に備えましょう。で君たちは最後に水飲みますか。まっちゃんはどうかな。あ、まっちゃんちょっと捕まえようとすると逃げるからね、まっちゃんは。よいしょ、はい、水はいらない。かさくんはよいしょよいしょ、はい、あ、やっぱね欲しいよねお水ね。よかったよかった。やっぱね、寝る前の水はミネラルウォーターに限るよね。いや、普段水道水だからね。え、まきちゃん、まきちゃんこっち向いて、ちょっと。なに、まきちゃんくれんの。ありがとう、まきちゃん優しいね。いや、くれないんかい。パサガブ飲みすぎ。パサいつまで飲んでんだよ。ほら、まきちゃん、はい、キャッチキャッチキャッチ。あれ、どこ行ったのかしら。ちょっと、どこにあったのよ、私のおもちゃ。こっちかしら。あったあった。ちょっとふざけんじゃないわ。ふざけんじゃないわ。あれ、マキちゃん諦めた。え、マキちゃんそこで寝る？マキちゃん芋虫みたいになってるから。あ、パサ君もここ行きたいのかな。ちょっと失礼って。お水飲み終わって寝る。あ、マキちゃんも寝る。俺はじゃあベッドでね。どうせね、暗くしたらパサね、一緒に寝たいって言ってね、ここに来るよ絶対。予言しておきます今から。ここで見上げてますパサ君。しばらくしたら一緒に寝ないでいいのね。疲れた疲れた。今日はベッドを広く使えるぞ。じゃあおやすみ。ん、やっぱり案の定。アリパス一緒に寝たいの。一緒に寝よう、やっぱり一緒がいいって。仕方ないな、もう。よいしょ、はい、マキちゃんはマキちゃんはいい？マキちゃんの近くだから一緒に寝よう。はいね。よしよし。せーの。はい。よしよし。仲良く寝ましょう。はい、じゃあおやすみー。